どうも皆さんこんにちは。12月15日にアプデが来たクラフトピア、やっていくわよ。漁業のアプデが来たり敵が追加されたりしたな。だけどそれよりも刀の追加、今回はこれ使っていくわよ。最初に作れる刀は木刀、修学旅行で買うやつだな。それで置き場もなく捨てられるやつ。それで他に追加された刀は、これなんて読むの？内刀、一般に日本刀と言われる刀剣のことらしいぜ。まあクラフトしてる間に木刀装備してみようかな。さすがに二刀流はできないっぽい。それどころか刀を装備するには別のスキルを習得する必要があるみたいだな。スキルポイントのあまりはないし、なんならついこないだリセットしたばっかなんだけど、ことごとくアップでタイミングが悪かったな。今作れる一番の刀はの出しかな？そしたらスキルポイントのためにレベル上げいくわよ。ここまで準備の整ってないアップで情報動画は他にないんじゃないか？解説とかそういう動画じゃないからセーフ。そしたら前回とかにちらっと言った落ち葉マウシまでダンジョン探そうか。地獄のダンジョンでもいいんじゃないか？レベル上げどころの話じゃなくなっちゃう。それじゃ落ち葉マウシマ到着。手分けしてダンジョンパパッと探すわよ。アプデの次の日に動画上げたいってのもあるけど、撮影時眠かったから早く終わらせたい。終わらせたい理由がしょうもなさすぎる。お、試練発見。抜身の試練ね。すまない受付係ファン。今君を捕まえてる意図はないんだ。むしろ捕まえられないことに安堵してそう。どんな試練でも今の私にかかれば楽勝。うわぁ。すごいどこかで見たことある。ガーデ、スケープかな？もしかしたらヒーロー、ウォーズかもしれない。まあ投稿者サイドが言うべきネタじゃないけど。多分私たちの動画にもそんな広告つくんだろうしね。ところでこれ遠距離攻撃必須だよね。私指を加えて見てるしかないんだけど。いつも通りの役立たず。ってことでモノポテが槍でやってくれるけど、そっちじゃないと思うんだけど。これあれだろ？動画で失敗した直後に、こうやって出てくるやつだろ？どうせ8割の人スキップしてるから。UK が正解の方攻撃して、これで宝石が降ってきたわ。これ回収すれば試練はクリアみたいだな。というかアプデでキーバインド増えたりしてるっぽいわね。乗り物降りるキー以外に登録されてて前進めなかった時は焦ったわ。ESDF でゲームしてる変態が悪いと思います。あとはサイドボタンも設定されてるみたいだから色々登録しないと。あれ？このドアの先宝箱部屋じゃないんだけど。まだ試練は終わってないみたいだな。またこれやらなきゃなの。プレイする側の私たちはいいけど、視聴者さんはこれ見飽きてるだろうからカット。まあ散々 YouTube とかで流れてくるしな。ここの奥が宝箱部屋だったわね。それでこの後も色々探したんだけど、試練ばっかでダンジョンなさそうだったから、別の島に移動して探しに行くわ。お、また新しいバイオームの島出てきたな。山のそびえる砂漠ね。ここでパパッとレベル上げていこうか。それで着いた。けど、この島は砂漠ね。見ればわかること言わないでくれ。砂漠にタレットが設置してあるんだけど。まあ砂漠だし当然だろ。砂漠といえばサボテンとタレットって紀元前からよく言うもんね。紀元前からタレットあったのか。オーパーツかな？ここの島は突風的なのが吹いてるわね。いやこれ突風というか、もはや地面から一生風が吹いてるぞ。地中に超強力な扇風機埋まってる？この風量は何の目的の扇風機だよ。これ車で突っ込んだらどうなるんだろ？特に何も起きないな。降りたら吹っ飛ばされた。人は吹っ飛ぶのね。これバギー回収できなくなった？近づいたら風で吹っ飛ばされるしな。完全にやらかしたパターンだろ。UK が、なんとか回収してくれたわ。マジでヤバかったからな。UK には感謝だぜ。これでダンジョン探しがまたはかどる。何やってるのあそこの奥。体が半分地面にめり込んでるな。半身浴バージョンの砂風呂？一切動けてないのめっちゃシュールだな。今私が助けてあげるから、リスポーンでいいよね。死という名の救済。こっちに攻撃することすらできないっぽいわね。完全に砂にはまってるじゃねえか。よし、来世ははまらないようにね。むしろスポーン時点ではまってたんじゃねえか。それでついに島のダンジョン発見。パパッと攻略して、レベル上げて刀使おうぜ。宝箱とかには一切用はない。敵だけ倒してレベル上げるわ。レベルが上がれば攻撃力と体力も上がるしな。もっとバンバンレベリングしていった方がいいのかもな。ってことでゴブリンキッドがいるけど、いつもより数少なくない？ゴブリンも少子化なんだろ。ゴブリン社会も色々大変なのね。ってことで敵全部倒した。けど奥の扉開かないんだけど。だが他に敵はいないしな。近づいたら開くんじゃねえか？近づいても開かないわね。だったら力ずくでこじ開けるしかないな。プログライズキーとはわけが違うんだぞ。まあ後2体倒さなきゃダメみたいだし、リスポーンを待たないとかな。暇あったら屈伸してるのなんなの？屈伸してれば放置してても名声もらえる。某 FPS の外悪プレイヤー？ちょっと待って。と上を見上げたらなんかいるんだけど。なんであいつらあんなとこいるんだ。アップで直後だからバグが多い。
のかな？もしくは殺されたくなさすぎて上に逃げたとか。逃亡の仕方が斬新すぎる。それでレベルも簡単に上がらなさそうだし、もうスキルリセットしちゃうわ。だったら最初からそうしろ。マジでさっきまでの時間なんだったの？それじゃ両手剣装備用の通販デッドスキル習得。これで刀を装備できるようになるな。あとはこれ新スキルよね。リーブストライク。きっと当たった敵の育毛ができる技ね。リーブはリーブでも21じゃないから。あとは外周一色っていうのも新スキルだな。戦艦、外周一色よ。あとは達人と修羅が刀も恩恵受けるようになったな。それでティアゴのスキルも取れるから。居合切り使おうかな。そこら辺の小さな木なら切れるようになりそうだぜ。この木はなんだか切れそうだ。それじゃ刀を持って戦闘。結構特殊な武器みたいで、実装初日なこともあっていまいち把握してない。刀を装備すると歩き、ダッシュのモーションが特殊になるわね。それで納刀してる時に、攻撃をすると青い光が出て、これが出てる間は無敵。見切りっていう刀限定のモーションね。見切りを成功させれば見切りバフっていうのを得れて、攻撃力が上がるみたいだわ。ちなみに刀装備中はいろいろと特殊な感じになって、左クリックで攻撃はそのまま、右クリックで納刀ができる。しゃがみを押せば普段通りの操作に戻る感じだわ。それでさっき習得した居合切り、納刀中だと発動が早くなるみたいだわ。あ、そろそろ喋ってもいいか？説明しまくってて30秒近く無言だったしね。ちょっと特殊で難しい武器だけど、かっこいいから大満足。実はこのシリーズ刀を使いたくて始めたっていう。思いっきりタイトルに刀流って入ってるけどな。それじゃ次は新スキル、外周一色。これがプリンツオイゲンパワー。別にアズレンに限った言葉じゃないから。完全に初感だけど、集団戦には向いてないかも。慣れたらもっと強いかもな。まだ慣れてないから使いこなせないんだぜ。リーブストライクは刀じゃ使えなかったから、一旦普通の剣に戻して、まあ当たらなければどうということはないけどな。ちなみに刀装備中に右と左クリック同時で特殊スキルが使えるみたいだけど、どうせ撮影時把握してなかったんだろ。その通り。ついにボス戦、まだ慣れない刀だけど大丈夫かな？そもそもクラフトピア自体まだ初心者だしな。そんな状態で癖の強い武器とか絶対にヤバい。そんな装備で大丈夫か？死亡フラグ立っちゃうからそれはやめて。というか UK の魔法でめまいしてない？偶然エフェクトが被ってそう見えただけね。UK ならやりかねないかもしれないけど、日頃から鬱憤が溜まってるからな。ちなみになんだけど、モノポテと UK 今武器装備できないバグ起きてる。もはや1対1じゃない？大丈夫。それでも二人は抵抗するで、拳で。UK 魔法使ってるけどな。魔法は使えるっぽい。モノポテは魔法覚えてないけど、ボスが距離取り出した？来るかな？今だ、見切り発動。ダメージ0に抑えて、しかも攻撃力にバフかけれたな。わかる人にはわかると思うけど、MGR のしのぎやってる感覚でめっちゃ楽しい。使いこなせた時にめっちゃ気持ちいいな。でも弱点があるとしたら、こういうモーションなしの攻撃ね。確かに今のは見切りきついな。敵のパターンを把握して攻めるのが大事みたいね。って UK の魔法で吹っ飛ばされたんだけど、今のも見切るの厳しい攻撃だな。見切るどころか思いっきり味方の攻撃だし、ボスの体力も結構減ってるみたいだし、拳で抵抗するモノポテも帰ってきたわ。ボスに対して殴り続けてるのめっちゃシュールだな。なぜか一生防具傷に拳だし、もはやそういう縛りプレイしてる人みたいになってるよね。これで無事撃破。まあ刀のざっくりとした使い方はわかったかな？それで最後にちょっと刀の説明の動画だけやっておこうかな。さっきまでの解説でわかった人の方が少ないだろうしな。使ってる刀がさっきまでと違うのは許して。撮影時系列の問題なんだぜ。刀装備中は待機、抜刀、納刀って3つの状態があって、待機はまあいつも通り普通にジャンプしたりとかできる感じのやつね。それで納刀状態、右クリックで慣れるやつね。まあ名前のまんまだな。左クリックで劣化抜刀、そのまま変身しそう。刀装備中はいろいろ特殊になって、まずはジャンプ。ジャンプができない代わりにジャンプ斬りになってるわ。ジャンプ斬りの最中に左クリックでダイブ斬りができるんだぜ。待機状態に戻るにはしゃがみ、それを押さないと、こんな感じで強キャラ歩きのままになるわ。最初はそれを知らなくて移動にだいぶ苦労したぜ。納刀状態で右クリックで AI ダッシュ。これでも見切りができるわ。自分の体が青く光ってる時は見切り中、無敵時間なんだぜ。見切り中に攻撃を受ければ見切りバフっていうのがつく感じね。それで納刀状態だと特定のスキルの発動が早くなって、電光石火、外周一色、居合切りの発動が早いわ。
でも比較対象がないとわからないよね。じゃあなんで比較用意しなかったんだよ。まあ細かな説明は他の実況者さんがしてくれるでしょ。他の人に丸投げしないでくれ。それじゃ次は見切りについてもちょっとやっておこうか。見切りはさっきも言った通り、自分の体が青くなってる時に敵の攻撃を受けたら成功よ。成功するとこんな感じのバフがかかって、通常攻撃の攻撃回数が増えたりスキルの威力が上がるんだぜ。このバフは1から6までの段階があって、1以上だと1回通常攻撃の回数が増えて、3以上だとさらに1回攻撃回数が増えるみたいだわ。さらにこのバフを消費して特殊な攻撃ができるわ。左クリックと右クリックを同時押しするやつだな。バフレベルが6、最大な時は剣撃スキル。今使った連続攻撃技だぜ。バフレベルが4か5の時はこれ、1本突きってのが使えるわ。どっちも発動中は無敵になれるから、タイミング次第ではかなり強力だぜ。多分紹介できるのはこんな感じかな？実装直後でいまいちわかってないからな。違う点があったら教えてくれだぜ。足りない語彙力で頑張って説明した。それじゃ今回はこの辺で終わるか。次回以降からは刀使ってバンバン戦っていくわよ。タイトルの二刀流とは？それじゃあご視聴ありがとうございました。